登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー、うん、いいですね。ここからは、うん、アウトドアコーナーです、うん、で、あ、メールが来てました、ね、ちっころさん、うん、ね、ありがとうございます。松本さんの新曲超かっこいい、早く生で聴きたいちょ、うん、ぜひ ね、 ですね、ありがとうございます。あと、あ、しーばさん、こんにちは。今日松本さんがゲストですか。どうなの。同じ空の下からでウエストロードの Ain't Nobody's Business をかけたことのあるシバです、ね、さっきかかってたレゲエの曲タイトル忘れたのですが、ローズピアノの音が新鮮でした。あ、うん、レゲエでローズってジェフベックのシーズ・オブ・ウーバンぐらいであんまり聞き慣れない組み合わせですよね、うん、今日の昔の音楽シーンでの話盛り上がるのかと期待していたのですが、やっぱり宇宙美さんは見事に期待を外してましたね。あ、そうパチンコで負け込んで負けが込んだ話は上田正樹と有山淳二の俺の、うん、昔の借金全部でなんぼやも思い出してしまいました。あ、この曲もかけたことありますね。またメールします。ありがとう。あ、さっき喜怒哀楽予約しました。ね、 ありがとうありがとうございます、柴さん。ゲストはね、あのあれですよ、ホームページに載ってますから見てね。でした。はい、ね、はい、ごめんなさい、野村さんのコーナーです。はい。ちくろうさん、柴さん、お疲れ様でした。はい。鶴巻のぼるです。はい、うん、曲から、はい、うん、イーグルス、うん、One of These Night、はい、呪われた夜、うん、呪われちゃったでした。今日突然変わったみたいです、はい、なんかね、今日はなんかこっちが来ました。イーグルスです、はい、うん、本日湘南、うん、強いオフショア、寒いですね、まずね、うん、北風ブンブンで、うん、しかし、うん、波はない、ない、はい、すね、膝、スモール、蝶々スモールですね。まあ、あのサーフコンディションではありませんっていう感じです、うん、ちょっと先、日曜日にサイズアップして調子いいかも、うんうん、はい、あの波乗りとかやられる方は日曜日に合わせてください、うん、はい、あ、そうなんだ、はい、うん、して、うん、山関係なんですけども、うん、スキー場がだんだんクローズしてきまして、うん、まあ、クローズってね、うん、あの終了ですよ、営業終了、うん、でもまだね、結構雪あるとこにはありまして、やっぱり高い高地はやっぱり遅いんですか。そうですね、標高が高いとこには雪残ってるし、うん、まあ、場所場所には雪あるんで、うん、例えば栂池スキー場とかだと、うん、積雪295センチとかまだあるんですよ、うん、減りましたね、やっぱりね、で、まあ、こっちも寒いけど、うん、スキー場山も寒くて、今日山ゲレンデトップは、うん、もうマイナス6度とか、そう、もう結構冷えて、もう完全冬仕様ですね、うん、で、まあ、またちょっと雪降ったりで、ちょっとリセットっていう感じかな、うんうんうん、で、まあ、あのよく言ってた神楽スキー場とかも5月の末ぐらいまで、まあ、営業してますよって、うん、5月の末っても結構、すごいね、結構先の話ですよね、こっちは初夏ですよね、まだね、4月の頭ですからね、うん、結構先々まで雪あるんですよっていう、うん、そんな流れで、うん、で、まあ、あのだんだんこうスキー場がクローズしてきて、うん、で、そのよく言ってるバックカントリーとか、うん、その山スキー、山スノーボードっていうのが、うん、こう春コンディションになってきて、まあ、冬よりは天候が安定するんで、いい、まあ、急激なこう天候崩れで、その、うんうん、なだれじゃない、うん、あの、その吹雪で吹雪とか見えなくなってやられちゃうとかっていうのが結構なくなってくる時期なんですよ。まあ、ある意味安全な時期になる。そうですね、比較的だからその参考安全に、うんうん、しやすい時期になってきて、至仏山っていうのがね、至仏山ある、うん、まあ、あの尾瀬とかあっちの方なんですけど、うんうん、ここが1年で2週間ぐらいしかこう開放しない、え、まあ、そんなもん、国立公園とかいろんな条件があって、 あとあの鳩町峠っていう峠が冬季閉鎖とかで、うん、まあ、あのアプローチがあんまり長くなっちゃうと、うんうん、1泊2日とかの行程になっちゃう、うん、で、その峠が雪がなくなって、うん、開通してくると、うん、そのどんつきまであの車とかで動けて、そこから登り出しとか、うん、まあ、あの僕ここ行ってないからちょっと行きたいなと思ってチェックしてたら、うん、なんとあの前にもガイドで来てもらった、うん、沼健さんこと沼野さん、はいはい、ハイファイブっていうあの大瀬戸倉でガイドクラブとかをやられてる、はいはいはい、彼なんかもこういう企画やってて、あ、そうなの、で、まあ、そういう今時期からの、うん、その至仏山、スノーボードワンデーツアーっていうのをやってるんです、そういうのに来る人ってのはやっぱり相当マニアックというか、いや、でもそうでもないの、そうでもないですよ、道具を持ってれば、うん、
あの意外 と、うん、結構いっぱいいますね。あで、うん、上りがね、見てたら3時間ちょっとぐらい、うん、でまあ、3時間ちょっとぐらい荷物しょって登って、うん、降りてくるのに、そうですね、ピークハントして降りてくるのは、まあ、遊びながら降りてくるから小1時間強ぐらいですかね。でまあその間に当然いい景色だから写真撮ったり、うん、まあ、飯食ったり、うん、まあ、いろいろこう春先ならではの、うん、飯食う場所とかあるの？いや場所はないですけど、お弁当持ちか。そうですね、自分で何か食べたいもん当然持ってって、うん、でもまあ微妙なんですけどね、荷物軽くしたいから行動食は、うん、本当のなんていうんですか、スポーツ用の行動食だったり、うん、まあでもおにぎり持ってくる人もいるし、なるほど、ね、うん、まあ、ガスバーナーとかあれば、ね、ああいうの持ってって、うん、ラーメン作っちゃう人もいるし、うん、春先は結構そういうこうバックカントリーとその、うん、ハイキングみたいのを、うんうん、混ぜた、うん、遊び方ができますよっていう感じだと思うんですよ。でもあれですよね、雪山でこうバーナーで火沸かしてコーヒー飲むだけでもすごく美味しいですよね。そうですね、やっぱり景色がね、うん、最高なんで、うん、逆にその音が何にもない世界、あ、そうか、風の音しか聞こえないとか、うん、その自分のハーハーゼーゼー言ってる音しかないとか、そういう経験ってまずないもんね。強烈ですね、うん、こう都会っていうかこう街中にいたらね。そうですよね、うん、まあ、独特の世界ですけどね。あ、そうか、まあ、やっとこうその冬の、うん、パウダーのこう新雪で遊ぶ時期から完全にその今言った春先のシャーベットで遊ぶ時期になって、うん、まあ、そのシャーベットで遊ぶ時期はハイキングとか遠足とかっていうそういうノリもかなり出てくるんで楽しいと思います、うん、はい。のぼるさんのところもイベントがあるんですよね。あ、そうですね、スーパー G さんはね、4月25かな、うん、スーパー G ってお店なんですよ。お店の名前スーパー G さん。テルちゃんなんか、スポーツ、はい、雪関係とかスキーとかやる？いや、まあ、やったこともあるし。あ、そうですか。なんか初めて何だっけ、スノーボード、スノーボード やりました。あれで頂上まで行って、うん、苗場の方で、うん、死ぬかと思ったけど、その今日中に下まで行けへんと思う。最初にね、皆さんやるメンツが行けてる人ばっかりの中に混ざっちゃうと自分だけコテンパになっちゃう、ね、ありますよね。いやいや、みんなできなくて僕一人だけ行ったんですよ上。あ、そうそう、勇気ある、結構無鉄砲ですね。もう電話で下にいるやつに、いや今日中に多分抜かないと思う、先帰ってくれ。すごい、と厳しい状況だったですね。結構冒険家ですね。チャレンジャーですね。はい、そうですか、うん、そのイベントっていうのは、はい、まあ、そうですね、私事の方は、うん、白馬の、まあ、津ヶ池っていうところ、うん、やっぱそこもスキー場が遅くまでやってて、うん、そのゴンドラとかロープを動かしてるんで、うん、楽に、1700ぐらいまでピューッと登れちゃうんですよ。そこから歩きとか、ね、まあ、またゆっくりと。そうです、それまで途中で、まあ、ちょっとね休憩しながらみたいな感じで。そうですね、まあ、そうですか、うん、はい、ありがとうございました、はい、ね、今日は、ね、バカバカのドラマの松本輝夫さんでした、ね、ありがとうございました。 ました、ね、また来てください、ね、来週は辰巳さんです。辰巳がバンバン好きますからね、楽しみ、語ってもらいましょう。あ、そうですね。はい、それではまた来週、はい、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。宣伝したよ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。